皆さん、今月もこのチャンネル、マーキーチャンネルへご覧いただきましてありがとうございます。今月もゆるゆるコーナーやってまいりました。今月は2022年5月ですね。5月も非常に濃いタイトルが目白押しとなっておりますので、皆さんぜひ最後までご視聴くださいませ。早速ですね、もう語りたいことがいっぱいありますので、サクッとご紹介に参りたいと思いますので、ついてきてください。では行きましょう、レッツゴー。5月は一発目からまたすごいグループをご紹介させていただくことになります。ビリー・シーン、ブラッド・ギルス、デビッド・ハフ、そしてレナン・ゾンタ、こちらの4人で結成されたスーパーグループスキルズのデビューアルバム Different Worlds です。もうすでにこの、超一流の4人が、バンドを組んだということで、すでに、耳の早いファンの方でしたらこのバンド、要チェックされている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、いや、その何に恥じないもう素晴らしいアルバムを我々に提供をしてくれました。すでにアルバム発売前からシングルが3曲ほど公開をされております。聴いていただいた方はもうすでにお分かりかと思いますが、非常に良質なハードロック作品で、もう要所要所に己の技術をですね差し込んでて、非常に内容の濃いアルバムとなっております。まあ、ただこのバンド技術がすごいだけじゃないんですね。本当にわびさびといったですね、もう基礎点結をきっちりとしたアルバムになっておりますので、非常に良質なメロディックロック、ハードロックとなっております。まあ、スーパーグループといえば、先月ブラックスワンもご紹介させていただきましたが、まあ、こちらに勝るとも劣らないスーパーグループの誕生となりました。なかなか台風の目になるんじゃないかなと、すごく期待させるアルバム作品です。メロディックロックファンの皆さん、このスキルズのポテンシャルをぜひ聴いていただいて感じていただきたいと思います。 Different Worlds、 すごい作品です。さあ、続いてはこの方のソロアルバムをご紹介です。現在はザ・ダーク・エレメントやインソムニウムで活動中、そしてもともとはあのメロディック・スピード・メタルの U、ソナタ・アークティカという看板はね、もう今さら彼には必要ないかもしれませんけれども、まあ、それでも彼がそこで残した、奇跡は偉大ですね。ご紹介するのはそのヤニ・ビーマ・タイネンの初ソロアルバム、マイ・ファーザーズさんです。新世代ギターヒーローとして華々しくデビューしたのもつい先日かと思われましたが、もうすでにデビューからもう20年以上のキャリアを彼は持つわけですね。その彼がついにソロアルバムデビューといった形になりました。今回彼にゆかりのあるボーカリストがですね多数参加しております。例えばティモ・コティペルト、アネッタ・オルゾン、ビオルン・ストリットなど、参加しておりますが、特にファンとしてはやっぱりどうしても感慨深いなというのが、古巣の盟友ソナタ・アークティカのボーカリストトニー・カッコとのコラボ、そしてファーストシングルにもなりましたね、 All Dreams Are Born to Die、この曲、そしてトニーとのまた再びの開口、いや、このやっぱりコンビはですね、もうやっぱ感慨深すぎますね、ファンにとっては。どうしてもね、あの時代をもう一度ではないですけれども、そうファンに思わせてしまうようなすごく印象深い曲です。まあでもこうして彼ともう一度コラボをするということは、彼らの仲も悪くはないんじゃないでしょうかと、ちょっとね、将来に期待を、してしまうわけなんですが、まあちょっと説明はね偏ってしまいましたけれども、先ほどご紹介した他のボーカルとのマッチングもですね素晴らしいです。
まあ、具体的にどう素晴らしいかはですね、ぜひ、発売された後この CD を聴いていただきたいんですけれども、もう一つ、このアルバムでポイントを挙げるとすれば、日本版はですね、2曲なんですね。ボーナストラックを含めて2曲、彼がリードボーカルを担当してるんですけれども、これがまたですね、非常に何と言いますか、エモーショナルと言いますか、非常にうまいんですよね。いや、ここまで彼歌うまくなったんだっていうことはすごい、今回聞いて驚きました。まあ、この作品は彼がそのギタリスト、もともとのギタリストとしてだけではなく、コンポーザー、作曲家として、そしてボーカリストとしてもですね、彼の成長が刻み込まれた作品として、非常に完成度の高いアルバムとなっております。ぜひともですね、彼がこの先どんどん、ミュージシャンとして成長していく様をですね、皆さんで応援していただきたいと思います。さあ、そして、今度はですね、この方のソロアルバムをご紹介します。もうこの方も芸歴は非常に長いですしね、ジェフ・スコット・ソートの最新ソロアルバム、コンプリケイティッドになります。彼がですね、今所属しているバンドプロジェクトは非常に多岐にわたって、まあ、引っ張りだこ、まあ、人気歌手と、まあ、現在活動中のそのバンドプロジェクトの中でも、この彼のソロアルバムというのは彼の最もメロディックな部分を、まあ、引き出した、バンドになるんじゃないでしょうか。まあ、その原因の一つとして挙げられるのが、パートナーであり、まあ、作曲家であるプロデューサーである、アレッサンドル・デルベッキオ。まあ、この動画を見ている皆さんにとってはですね、もう彼の名前は、おなじみだとは思いますが、まあ、彼の各曲はもう間違いないですからね、マエストロみたいな、もう言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。まあ、業界屈指のボーカルと、そしてソングライターが、まあ、タッグを組む、コラボレーションをしているということで、メロファーファンにはもうドストライクの作品を生み出してくれました。ね、もうすでに、アルバム発売前から2曲ほどシングルは出しておりますので、こちらを聴いていただきたいと思うんですけれども、質の高いメロディックロックアルバムになっております。まあ、個人的にはですね、話は揃えますけれども、ぜひジェフにはですね、北欧貴族様とですね、もう一度作品を作ってほしいななんて思っていますけれども、まあそれは無理でしょうね。はい。さあ、続いてはこちらですね。もうお待たせいたしましたと、お待たせしすぎたのかもしれませんというぐらいに結構間が空いてしまいまして、もうちょっと半分忘れ去られた、もう解散したなんて思われている方もいらっしゃったかもしれませんが、どっこいちゃんと生きております。チェコが誇るシンフォニックパワーメタルバンド、シンフォニティの最新作、マルコポーロザ・メタル・サウンドトラックが登場です。いや、前作からですね、ほぼ6年ぶりといったことになりまして、まあ実はですね、本来だったらもっと早く出るはずだったんです。もう2019年にはですね、このアルバムからのファーストシングルを、まあクリムゾンシルクですか、を出して、もう、2020年ぐらいにはですね、もうアルバム出すよぐらいの、本来はですね、そういう計画だったそうなんです。まあただですね、皆さんもご存知のようにコロナがあったりしまして、まあ、レコーディングが滞ったりとか、まあ、ちょっと今後ツアーができるかどうかわからないという不透明な、状況になってしまいましたので、まあ、延期に延期を重ね、2022年にやっとこさ、リリースとなりました。まあ、前作と今作の間でですね、メンバーチェンジがですね、大幅に行われてしまいました。まあ、具体的に言いますとですね、まあ、リーダーのリボール、クリバクを除いて、もうメンバーが全部交代になるといったですね、もうほぼ総特会ですね、ぐらいのメンバーチェンジが起きてしまいました。もう最近ここのところですね、2ヶ月にわたってこう
リーダー以外のメンバーが、全員交代脱退みたいな、紹介しすぎな気がしますけれども、まあ、ともかくですね、待った回はあります。それもですね、今回は、アルバムタイトルから分かります通りにですね、実はマルコポーロ、あの東方見聞録で有名なあのマルコポーロですねをコンセプトとした作品で、そのマルコの人生をまあこのアルバム1枚に収めたというコンセプトアルバムになっております。さらにですね、このアルバムをさらに詳しく突っ込んだですねインタビューがですね、後々発売、アルバム発売後になるとは思うんですけれども、ヤングギターさんのウェブマガジン上、ウェブ上でですね、まあ、さらにこう機材とかそのアルバムに関することですとかをですね、リーダーのリボールが、語ってくれるインタビューを掲載予定です。公開されましたら、SNS でシェアさせていただきますので、そちらもご覧いただければと思います。シンフォニティファンの皆さん、長いことお待たせいたしましたが、もう待った甲斐のある、非常に聞き応えのあるアルバムです。ボーナストラックが、日本版のボーナストラックがジパングっていう、これまたもう日本のファンのためにあるようなね、ボーナストラックも用意してくれましたので、シンフォニックメタル、パワーメタルファンの皆様、ぜひですね、もう本当に聴いていただきたいです。さあ、今月最後の作品のご紹介となります。まあ、ここのリーダーはいつ寝てるんでしょうかってぐらい常に働いてます。イタリアの奇才フェデリコ・モンデッリ率いる第3のバンド、ちなみにですね、第1がビーザウルフ、第2はフローズンクラウン、そして第3がこのヴォルテリアン、そして第4がまあノクトゥルナと、いったことになるんですけど、その第3のバンド、ヴォルトゥリアンのセカンドアルバム、レッドドラゴンのご紹介です。前作からちょうど2年のスパンでの発表になりますが、本作は、まあ、前作で展開してしたですね、ヘビーでゴシック、そしてモダンな要素に、まあ、ユーロポップでありますとかニューウェーブ的な要素をこう合体したですね、新感覚のメタルをさらに推し進めたと、いった形の作品でですね、まあ、新旧のさまざまな音楽を、まあ、吸収した彼らしい、ですね、新しい、まあ、メタルをですね、今回のアルバムで提供してくれております。いや、 やはり彼はですね、もう本当いろんなバンドに、もう貪欲にいろんな曲、バンドを聴いてですね、非常に吸収力が高いんですよね。だからこそこういう、作品、アルバム、バンドを作れたんだと思います。前作を気に入っていただいたら、ファンでしたら、気に入っていただけると思います。一度ハマると癖になる、アルバムですね。そしてヴォルトゥリアンのインタビューが、バーン最新号2022年6月に、ドドンと載っております。こちらですね、バーンでですね、フェデリコ・モンデッリのインタビュー、このアルバムがどういうコンセプトで作られたかとかですね、非常に詳しく、語ってくれておりますので、この版を買ってインタビューをご覧ください。今月もちょこっとだけどんな感じかお見せしますよ。ということでですね、こんな感じでもうデカデカとカラーで、掲載して、くれておりますのでご確認ください。もう彼はですね、もうすでにこのヴォルトゥリアンが終わったら、もう次のフローズンクラウンの、アルバムの制作にもうすでに着手しているということで、まあ、近い将来ですね、フローズンクラウンの、最新作が皆様のもとに届けられるかと思います。まあ、何か続報が分かりましたら、お知らせいたしますので、フェデリコファンの皆様、ぜひ楽しみに、フローズンクラウンもお楽しみにお待ちください。さて、今月は5タイトルをご紹介させていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、気になった方はぜひ、概要欄にですね、リンクをペタペタっといろいろ貼っておきますので、そこから、情報をいろいろご覧いただけますので、チェックをしてみてください。さあ、そして、次回の6月の予告、次回予告をさせていただきます。いや、あの伝説級のボーカリスト、もう
アダロックヘビーメタル界ですね、もう伝説級の人物ですよ。あの人の新作とかですね、もう一丁同じボーカリストのライブ、これもベストオブベストの選曲でいいんですよ。そしてプログレッシブメタルの U、これもボーカリストがまたいいんですよね、まあ、曲も全部もいいんですけど、こんな感じでお送りする予定です。そうだ、あとですね、そのボーカリストさん、実はですね、先ほどちょっとお話に出ましたけど、実はインタビューも先にこうドドンと、乗っかっちゃってますので、まあ、グラハム・ボネットファンの方、こちらを読んでみてください。はい、そんな感じで今月は、こちらで締めたいと思います。ぜひ次回も、もうちょっと半分紹介しちゃいましたけれども、グラハム・ボネットをはじめですね、ご紹介いたしますので、ぜひ次回この番組ご覧ください。それでは皆さん、次回の動画でお会いいたしましょう。 See you。